アメリカのツイッター社はトランプ大統領のアカウントを永久に停止したと発表しましたツイッター社は6日議会乱入事件に関するトランプ大統領の投稿が規約に違反しているとしてアカウントを12時間凍結し永久に停止する可能性もあると警告していました一時凍結が解除された後 トランプ大統領は20日のバイデン氏の大統領就任式に出席しないことなどを表明していましたツイッターは8日さらに暴力をあおるリスクがあるとして8800万以上のフォロワーを持つトランプ氏のアカウントを永久に停止したと発表しました Facebook もアカウントの無期限凍結を明らかにしていてトランプ氏の発信力の低下は避けられない状況です